はい、フランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。さあ、いよいよですね、カズトラに勝った回数6回ということで、これからが本番ですよ。7、8、9、10とね、攻略やっていきます。さあ、来ましたね、カズトラのレベル7、 HP が40万ということで、これは一気にですね、難易度上がります。こっからはもう特攻ないと無理でしょうね。さあ、こんなパーティーでやっていきます。さあ、竜ですね、こちらスキルでニョロロンの種族効果アップがあるので入れました。そしてガチャからゲットしましたよ。ハンマーはですね、交換特攻で交換しました。これはね、大多数の人が交換したんじゃないかと思います。さあ、そして乾使っていきます。攻撃力アップですね。こちら特殊能力があります、プリチーということで、このココノイがね、購入なんでまだゲットできていません。そして三ツ矢くん使っていきます。こちらも弾を作るとニョロロンですよ。ニョロロンなのでドラケンと相性がいいよね。さあ、そしてドラケンです。こちら初日にね、ガチャからゲットしました。ボーナス玉を作る。さあ、これもかなり特攻としてはね、強キャラということで、つながりやすくなるスキルもあります。さあ、行きましょうか。もちろんフルパワーでいきます。さあ、もうレベル7から HP40 万、そしてレベル8が HP56 万、レベル9が86万、そしてレベル10が89万ということで、過去最高の HP ということで、難易度もマックスです。で、今回、まあ、10まで倒さないとね、封印ができないんで、まあ、いつもの感覚で言えば全部封印してそっからがスタートっていうねラインなので、封印しないとね始まんないんだよね。いくら特攻とかねキャラがあっても封印しないと始まりません。なので封印してさらにキャラ持っていくというスタイルなんで、まあ焦らずね、じっくり行った方がいいのかなと思います。だからガチャでね、確率出現率超アップになっているキャラをね、ちょっとずつガチャから集めて、そしてキャラを揃えて万全の体制でね行った方がいいんじゃないかと思います。おっと、特攻杖3万2000いったね。今回ランク Z の特攻強いよね。いつもであればダブルゼータとかね、トリプルゼータの特攻でね攻めるわけなんですけども、今回は分散してランク Z が3体ということで、まあ、プリントショットの場合はね、ミスショットもあるので、分散してくれた方がプレイとしてはやりやすい。さあ、育成もねしていきますよ。これで10万超えですね。ちょっとなんか見えてきたよね。そして204ポイント、これはいつもと同じと。さて、フルパワーでいきます。元気ドリンクとの勝負になってきます。今回10まで倒さないといけないということで、まあ、フレンドのお助けもやりながら、元気ドリンクも集めながら、ゴールデンウィークなのでのんびりとですねAmazon プライムとかね見ながら、アニメ見ながらやっています。さあ、そして交換のハンマさん、交換で特攻がある程度のね強さが特攻ゲットできるっていうのは嬉しいよね。まあ強さとしては小なんですけども、それでもさ8000いくからね、十分な戦力になってるのかなと思います。さあ、そしてゲットしました。さあ、犬ピー2万超えです。おっと、ちょっと失速した。なんかこのプリットショットの恐ろしいのは、意味なくなんかこのもう行きましたね、引っかかってね、ミスショットになる。特攻でねミスショットになるとね、ちょっと泣いちゃいます。さあ、三ツ矢くん手堅く行きます。下から行くぜ、手堅く行きます。おっと、2万、行きましたね。さあ、そしてドラケン行くぜ。さあ、手堅くいくぜ。さあ、ドラケンは打ち出しからの2万8000。
さあこれでちょっとミッションのねノリが悪かったんだけど、トータルダメージとしてはさあレベルマックスまでいきました。9万7000とワンチャンあるぜ。そして204ポイントもう少しくれよ。お、いきましたね。さあレベル7ちょっと苦戦しましたけども、いきました。さあそれでは決戦東京リベンジャーズコラボのステージ芝八海いきます。さあ特攻密約にね特攻あるんで、これが玉を作るということで、ちょっとねこの特攻使って攻略やっていきましょうか。そしてここのステージは攻撃力アップが使えるので、これポイントになります。攻撃力アップだったりダメージカットが使えます。なのでそのあたりもうまく使いながら密約をね生かすような感じでやっていきます。そして竹道限界突破マックスまで行きました。おすすめです。 S ランクなんだけどスキルとかね G まで打てます。さあドラケン君、こちら今技レベル6ですね、育成中です。お、この G が気になるよね。そしてスキルもあります。そして交換したハンマさんです。キャラがいいよね。さあこんなパーティーでいくぜ。さあ HP は36万、攻撃が1090ということで、まあ、結構ね特攻がないと苦労するかなと思います。ただ特攻があればだいぶ攻撃がマイルドになるので、まあ、ゆっくりやってもねフィーバーインして攻撃力アップバフを乗っけて、まあ、三谷くん打てば、まあ、それでねどれぐらいダメージが出るのかというところかと思います。まあ、あとはねマップでゲットできるねこの竹道だったりドラケンおすすめです。まあどっちみちですねプリットショットなんで、このスタミナ回復待ちのね4時間があるんで、まあ、その時はねまあ Amazon プライムでも見ながらマップのねこのマップでゲットできる竹道とかをね周回するのおすすめです。意外とねドロップ率いいんですよ。 やっぱりね S ランクなんで結構落ちてくれます。おすげえな、60万とかいきますね。むっちゃ強え。今回特攻がねむちゃむちゃ強い。特攻ありとなしで難易度がもう全然違うね。さあアイコンゲットだぜ。さあ次はこちら地冬のステージやっていきましょうか。さあドリームマッチ乾、こちら攻撃力アップです。バフです。114ポイント、これかなり使えるんじゃね。さあそしてランク Z のドラケン使っていきます。アタッカーとして使っていきます。今回ねこの特攻がさ攻撃力アップなんでアタッカーがいるんですよ。さあアタッカーとしてハンマさん使っていきます。横消し、そしてサポートとしてデカプに作るヤマタン使っていきます。これでうまくデカプに作って連発していく。そして聴覚性竹道、このイベントのねミッションでゲットすることができます。さあ地冬は HP が34万、攻撃が888ということで、ただ特攻のさ乾さんが攻撃力アップなので、まあ、バフもね このステージは使えるんでいいんですけども、アタッカーがいるよね。今回はドラケン君をメインアタッカーに持っていきました。なのでフィーバーインして攻撃力アップして大きいの必殺技連発でいきます。さあ攻撃力アップしておいて、さあドラケンいきます。これでボーナス弾作って、おっとまだダメージが届きません。必殺技連発していく。さあヤマタンでデカプに作る。そしてさあ行くぜ。このイヌピーのねデカプにもダメージすげえな。行きましたね。さあやっぱ特攻があると楽だね特攻があると今結構ねこの確率がね
超アップしてるんでおすすめです。倒せないっていう人はね、ちょっとガチャから出してワンチャン狙うのはありかなと思います。アイコンゲットです。